はい、おはようございます。今日は奥多摩川上流域氷川キャンプ場にやってまいりました。昨日制御放流がされておりますので、今日はその残りに期待です。今日は釣り友の K さんと一緒です。さてどうなりますでしょうか。楽しみです。早速 K さんに来ました。何？ニジマス？やりましたね。すごい綺麗でしょ、うん、よっしゃ来ました。早速来ましたよ。1頭目ニジマスです。お、早速またKさんに来ましたよ。その引きはニジマスだね。はい、お見事です。お、来ましたね。ニジマスですか？ニジマス？ヤマメは釣れないね。ヤマメはちっちゃいばっかり。本当綺麗だね。綺麗でしょ、うお上手ですね。ナイスですね。ああ、綺麗なヤマメだね。お見事です。よっしゃ来ました。
ニジマスです。忙しいね、忙しいね。入れ食い状態じゃない。はい、お見事です。ニジマス、ヤマメが釣れないね。こんにちは、はい、どうですか。え、今来たばっかり。あ、今来たばっかり。まだわかんない。下どうでした。あ、そうです。下、そこの流れのとこで釣れました。5、6匹。来ました。はい、ニジマスです。よいしょ、来ました。ヤマメだ。ようやく1匹目ヤマメ釣れました。どうもお久しぶりです。あ、やっぱりあれだ、あの放流の翌日取られてるんだ。今日来てますね。いや、どう、いや僕ね、はい、昨日はね、ここに、あの、次が来なかったんだけど、昨日ほら、あの、ニッパラ側と、ここと両方やったじゃないですか。はい。で、朝一は、あの、役場の前の、役場の役場下へ行かれたんですか、昨日。どうでした？炎天、昨日。もう、あれよ、4時45分ぐらいに。入ったんですか？入って、はい、薄暗い時にね。はい。40分ぐらいかな。で、5時半でもうヤマメは2桁。あら、すごいですね。続けだったからね。あ、すごいですね。うん、で、
まあこれ以上増やしてもしょうがないんで、ええ、人は多かったですか昨日は。いやもう全然ない。え、少ない。少なかったですか、うん、だって普段もうほら夜中のほら、まあ、暗いうちからね、はい、場所取ったりなんかしてる人って結構翌日でもいるじゃないですか。あの歩いて行ったけど、もう普段は遥かに人が多くて、はい、もうあそこいつも行くたんびに人多くて、それでいつも敬遠してるんですよね、うん、それでこちらへ来てるんですけどね。あ、雰囲気的にはこんな感じで、ポツポツポツ。ああ、そうなんですか。それは良かった、いい釣りできましたね昨日。良かったですね。入れ食いじゃないの。にじます。よっしゃ、来ました。ね、はい、ニジマスです。ニジマスです。ありがとうございます。サイズ的にはヤマメだけど。ニジマス。ニジマス。元気なのでリリースします。
はい、大丈夫ですね。あ、ヤマメですね。23センチ。いい方です。ケイさんに来ましたね。ニジマスですか？ニジマス？結構綺麗だよね。綺麗でしょ。大きいね。ちょうどいいところにかかってる。うんと、うわご。ああ本当だ。逃がすか？よっしゃ、来ました。あー引きますね。はい、ニジマスです。ダブルツヌケ達成です。はい、ただいま午前11時を回りました。今日の釣果です。 K さんはヤマメ4匹、ニジマス16匹、計20匹、私はヤマメ1匹、ニジマス19匹の計20匹、二人ともダブルツヌケを達成することができました。今日はすごく反応が良くて、入れ食い状態を楽しむことができました。雨が落ちてきたので今日はこれで納棺といたします。それでは皆様、またお会いいたしましょう。さようなら。3つかな、3つ買っていく。おヤマメの燻製ください。3つしかない今。あるけど。ある、うん、6個もらえる全部で。大きいのがあったら。なかなか大きいのが来ないんで。うん。あ、これいい。どっちがいい。これ大きい。